シルバーボー軍はアメリカ合衆国モンタナ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は34,200人であり、2000年の34,606人から1.2%減少した。モンタナ州の軍では人口で第8位面積では最小である。軍長所在地はビュート市であり、1977年から ビュート市とシルバーボー軍は統合市軍になっている。1920年の人口は6万人を超えており、1950年までモンタナ州では人口最大の軍だった。その後、カスケード軍に追い越され、さらに1970年にはイエローストーン軍が最大の軍になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は719平方マイルであり、 このうち陸地は718平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.09%である。ビュート市ーカは2000年の国勢調査による人口統計データである。ビュート工業地区にあるエンマ鉱山から採掘されたヒシュマン岩港シルバー坊ー群と隣接するディアロッジ群は大統領選挙の時にモンタナ州の中でも最も一貫して、 民主党を支援している二つの軍である。1956年のドワイト・ディ・アイゼンハワー以降、共和党候補を支持したことはない。両軍ともに過去13回の大統領選挙で民主党候補を支持してきた。過去5回の選挙では民主党候補が16内市41%の差をつけてシルバーボー軍を制してきた。モンタナ州上院では第37選挙区に入っており、 2004年以来、民主党のスティーブ・ギャラスが務めている。モンタナ州会員では、第73選挙区に入っており、民主党のパット・ヌーナンが務めている。ありがとうございます。